ももかです。ひめかです。ピンクラテ TP 始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画はひめかに私が質問コーナーでーす。はい、私がインタビュアーになってこれからひめかに10個の質問をしていきます。じゃあ早速どうぞ。今までで一番楽しかった撮影は何ですか？ピンクラテ TV に限らず。ピンクラテ TV なんですけど、読売ランドです。はい、はい、楽しかったね、あれね。なんかね、絶叫苦手なんだけどね、おしゃべりが楽しかった、うん、はい、第2問目。じゃあ逆に辛かった撮影は何ですか？読売ランドに行ったかもしれない。実況にね、乗りましたっていう。楽しいけど辛かった。でもね、なんかきっと寝られる前になる時は来るよ。足を急に寝れるようになったから。動いてるのならまだマシだけど、落ちるのが嫌だ。ああ、前期がいなくなっちゃう。いなくなんないで。第3問。こういうお仕事をしたいって思ったきっかけは何ですか？なんかお母さんの友達に勧められて、ちっちゃい事務所に入って、それでその後にいろいろ友達とかに教えてもらってピンクラ TV まで来ました。そうなんだ。はい。ちょっと待って、俺そんなに反応なかった。第4問。なんでそんなに細いんですか？何もしてない。あれでテレビでやってたんだけど、つま先でジャンプしたらね、足細くなるって聞いたから、つま先でジャンプしてる。つま先でジャンプしてて、どうやってやるの？なんかやり始めたよ。ずっとつま先でこうやってピョンピョンってやってくる。そう、でもね、月に4回しかしてない。だそうです。多分踊ってるからね。第5問。好きな色は何ですか？銀です。意味わかんない。シルバーです。可愛くない？めっちゃ銀って。可愛い。爪に塗ったら可愛い。金。あ、爪。第6問。好きなお洋服のテイストは何ですか？ガーリーと、なんかオルちゃんぐらいの優しさの甘辛みたいな。わかんない。甘辛、スポーティーみたいな。そうそう、それスポーティー。うん。第7問。彼氏はいますか？いません。じゃあ好きな人は？いません。欲しいよ。なんかね、いるんだよ友達に、そういうリア充が。リア充がね。だってさ、憧れない？でも、向いてないのだけど。第1問。好きな教科は何ですか？体育です。5教科。全部好きじゃないよ。ちょっと待って、でも漢字は得意。中間テストの時に一番点数が良かったのは英語。だけど、期末では多分やばいと思う、英語。第9問。今までで一番大きい怪我は何ですか？なんだろう、怪我？ひめかね、このすねのね、ほとんどのね、ここがね、こそぎ落ちたことがある。は？なんか走ってて、コンクリートのこういう段差あるじゃん、たまに階段とコンクリートの階段、そこにつまずいてこそぎ落ちた。肉見えた？肉なのかな、あれはって感じ。あとここね、転んで、走って転んで、ここも脂肪見えちゃった。あと、ここはふざけてバーベキューの時にテントの金具あるじゃん、あれを加熱、なんかバーベキューの火で炙ったやつをジュッて。なんで炙る？わかんない。結局一番大きい毛が、あれ、こそぎ落ちたやつかな。10問。ラスト。じゃあ、将来の夢は何ですか？モデルさんです。というわけでね、結構私、ひめかのこと知ってるから、質問ってね、言われてもね、あれなんだよね。要はね、いっぱい知れたかな？ね、みんなが。爪の肉がこそぎ落ちたようですよ。うん。この方。気をつけて、ほんとに。綺麗な足をね、汚くしないでね。終わりです。今日の動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録。言っちゃった。今日の動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。バイバーイ。 Thank you.